オリアー語とは、インドの公用語の一つで、東インドのオリッサ州の公用語。インドヨーロッパ語族インド語派東部語群に属し、ベンガル語、アッサム語などと近い関係にある。西ベンガル州にも和社が相当数いる。西インドグジャラート州の都市スらラトでは、オリッサ州からの労働者の増加により、インドで2番目に、オリアー語和社の多い町になった。インド憲法の 第8不足に定められた22の指定言語の一つである。オリアー語には13世紀まで遡る豊かな文学遺産がある。14世紀に生き有名なヒンドゥー教の僧であったさ、ララダサは、マハーバーラタをオリアー語に翻訳した。この言語は、マハーバーラタ、ラーマーヤナのような古典サンスクリットテキストをオリアー語に翻訳プロセスを通して、 サンスクリットからの翻訳方法をはじめに標準化した。オリアー語の語彙は、伝統的にヒンドゥー教、ジャイナ教の影響を受けている。また、詩の強い伝統、特に祈祷の詩のものが多い。表記には、ブラーフミー文字から派生したオリアー文字を使用し、単語ごとに分かち書きをする。文末は一本の線のようなものを書く。ボインアザシーンアザオリアー語には28のシーンがあり。 6の母音がある。ありがとうございます。